初代グラフトン公ヘンリー・フィッツロイは、イングランドの貴族、軍人。イングランド王チャールズ二世と、愛人バーバラ・パーマーとの間に生まれた、死生児。1672年に、ユーストン伯爵、1675年に、グラフトン公に除された。グラフトン公爵フィッツロイ家の祖である。1663年9月28日、チャールズ二世とその愛人。 バーバラ・ビリヤーズの間の3人の非着出男子の次男として生まれる。同母兄に初代サウサンプトン公爵、第二代クリーブランド公爵チャールズ・フィッツロイ、同母帝に初代ノーサンバーランド公爵、ジョージ・フィッツロイがある。ただしヘンリーには母の愛人ヘンリー・ジャーミンの子ではないかという疑惑がある。チャールズ2世も当初それを疑って認知を絞ったが、バーバラが強く抗議したため、 結局認知されたという経緯があった。1672年8月1日に、チャールズ2世の側近の初代アーリントン博、ヘンリー・ベネットの一人娘イザベラと結婚した。母バーバラは、ルイーズ・ケルアイユラ・チャールズ2世の他の愛人たちに、ライバル意識を燃やしており、自分の3人の息子に借位を確保しようと必死に、宮廷工作を行った。その結果、 ヘンリーには1672年8月16日に弟ジョージへの特別継承権を認めたイングランド、貴族シャクイユーストン伯爵、イップスウィッチ尺、サドバリー男爵が与えられた。さらに1675年9月11日にはグラフトン公爵に助せられた。1680年にガーター勲章を受勲した。 1681年から1688年にかけてと1688年から1689年にかけて第一コロエ不評連帯連帯長を務めた。また1682年から1683年にかけてトリニティハウス長官を務めた。1682年にカンバーランドコールパートが死去すると変わって海軍副提督に就任し、 1689年まで、勤めた。1685年4月23日のジェームズ2世の、退官式で大芝を務めた。同年6月には、モンマスの反乱鎮圧に参加。同年7月28日に、学府アーリントン博が死去し、妻が、第2代アーリントン女博爵位と財産を継承した。同年11月9日から貴族院議員となった。 また同年から1689年までサフォーク党官を務めた。ジョン・チャーチルと行動を共にするようになり、1688年の名誉革命ではチャーチルと共にジェームズ2世の軍から脱走してウィリアム3世に寝返った。1690年にもチャーチルに従って南アイルランド遠征に参加したが、航空包囲戦で重傷を負い、10月9日に戦死した。 イザベラとの間の一人息子、チャールズ・フィッツロイが、グラフトン行為を継承した。彼は後に、イザベラから、アーリントン白衣も継承している。1672年8月16日に、以下の借を新規にノブされる。1675年9月11日に、以下の借を新規にノブされる。1680年、ガーター騎士団、ナイト1672年8月1日に、 初代アーリントン伯ヘンリー・ベネットの一人娘、イザベラと結婚した。彼女は父から第二代アーリントン女伯爵位と財産を継承した。彼女との間に爵位を継承する一人息子、チャールズ・フィッツロイを設けた。ありがとうございます。